ドラゴンクエスト11。はい、こんにちは、ちちちゃです。それでは今回もちょっと風邪気味ですが、ドラクエ11やっていこうと思います。王子様にレイスハウスに来てくださいって言われてましたか。どこにいるんだろう。いた。いたいたいた。派手だな。あ、よかった、ボジさんじゃないか。来てくれなかったから、どうしようと思ってたところなんだ。感謝するよ。さて、間もなくファーリス杯が始まる。僕の代わりにレースに出場してくれれば、約束通り虹色の枝の剣を地中に掛け合うよ。レースに出場する準備はいいかい。よし、さすが僕が煮込んだ男だ。ではまずサマリン王族の鎧と兜を身につけてもらう。何、心配ない。君の背格好なら僕とそっくりになることができるさ。おお、バッチリ似合ってるじゃないか。これならまさか別人だと誰も思わないだろう。さて、そろそろファーリス杯が始まるぞ。パドック北にあるレース場の入り口に僕の馬の世話係がいる。彼に話しかけて馬に乗せてもらうんだ。レースが終わった後は城の地下にあるレース場に続く通路で待ち合わせをしよう。そこでまた入れ替わるって流れだ。さあ、君はもうサマリーの王子だから。サマリーの王子だぞ。ワイはサマリーの王子やぞ。プレイステーション4版だと色がちょっと違うんですよね、羽の色。よーし、じゃあレース出場します。本日はお日柄もよく、キャー、ファーリス様が来たよ。あれ、ファーリス様、頭の羽の色が、後ろから見たら黒なんだ。ファーリス様、キャー、かっこいい。みんな見てくれてる。すごい歓声じゃないか。私、シルビアっていうの。騎士の一人が怪我しちゃって代わりに参加することになったのよ。おじさまだからって手加減したいわ。正々堂々勝負しようね。強いんだよなシルビア。ここでいきなり、あの、馬のレースのミニゲームが始まります。前回、プレイステーション4版だと2位になっちゃったんで、今回は頑張って1位を目指したいなと思います。Y でダッシュ。で、素早さの種を取ると、自動ダッシュ。して、ね、またスタミナが溜まってたら Y でダッシュできて、うまく取れなかったみたい。へい、ダッシュダッシュ、ほい、スタミナの種、スタミナじゃない、スパイスの種か。へい、今んとこ1位。ラストスパート、よっ、シルビアがいる。よっ、よし、いるかな。ほい、あー失敗した。難しいんだよこれ、意外と。よっ、あー、ギリギリ、危なっ危なっ。ほー、1位取れた、嬉しい。めっちゃギリギリだった。すごいぞ、ボッチさん。まさか優勝するとは思わなかったよ。君には馬術の才能があるの。さあ、変わってくれ。これからみんなの前に出ないといけない。今度は僕が乗る番だ。君の鍵で助かったよ。虹色の枝の毛は僕が何とかしよう。それじゃあまた後で。別名ももらえないんだ。2位でも優勝でもどっちでもいいみたい。こうして勇敢な走りを見せたファーリス王子は表彰され、サマリン王国中の人々から声援を受けることとなった。ふう、ここまで来れば大丈夫だろう。
ありがとう、ぼっちさん。君のおかげで面目を保てたよ。早速虹色の枝のことだが。騎士の国のお坊ちゃん、さっきの場所やるじゃない。私感動しちゃったわ。いきなり入ってきた。なんて無礼な。何よ、がっかりだわ。せっかくいいレースできたと思ったのに、入れ替ってズルしたのに。察しが良すぎる。なんだよ、あんたに何がわかるんだ。王子が馬に乗れないなんてバレたら、国民の期待を裏切ることになるんだぞ。全員が嫌な気持ちにならないためにこうしてるだけだ。これで全てが丸く収まるんだから問題ないだろう。ふーん、そうかしら。勝てない勝負でも正々堂々と戦うのが騎士道ってものではなくて。黙れ、僕はこの国の王子だぞ。流れの富芸人が王子である僕に騎士道を語るんじゃない。王子様失礼します。おう、おう、入れ。国王様がお呼びです。ファーリス様の勇敢な走りに大変心を打たれたご様子です。ああ、わかった、すぐに行くよ。王子も大変だな。ぼっちさん、君には世話になった。虹色の枝の毛は僕が何とかするから、あって玉座の間に来てくれ。あなた、ぼっちちゃんっていうのね。あなたの走りとても痺れたわ。またどこかで会ったらよろしくね。ハリス王子の影武者をゲット。いつの間に着替えたい。バレちゃいましたね、シルビアさんに。これで王子様が失脚しなければいいんですが、とりあえず早く虹色の枝の剣を。にゃーお。よいしょ。いたいた。ありがたきお言葉。今後もこのファーリス騎士として精進いたします。お邪魔しまんにゃわ。来たか、来たぞ。実上、実はお願いがあります。あちらの旅の方の頼みを聞いてはくださいませんか。ほう、人助けとはさすが我が息子、騎士道をよく心得ているの。なんだ、言ってみろ。はい、そのお願いというのは、あちらの旅の方に虹色の。王様、大変です。サソリの化け物です。バクラバ砂丘にまたあのサソリが現れました。巡回中の兵士が怪我をした模様です。えい、あの砂漠の殺し屋か。毎年この時期になると決まって現れるな。地獄の平和を守るのは騎士の務め。二度と現れぬようよりすぐりの騎士を派遣し、今度こそ息の根を止めてくれるわ。うん、待てよ。そうだ、我が息子に魔物を捕らえさせよう。騎士として成長したお前ならば、今回の任務もきっとこなせるであろう。ひひひひ。で、歴戦の騎士と次々の亡き者にしてきたあの魔物を私がですか。わあ、私では叶えませんよ。実力者ほど謙遜するものだ。それに戦いを前にして武者震いも止まらぬと見た。頼もしい限りだな。ファーリス、スティー、砂漠の殺し屋を見事捕らえてまいれ。あ、はい、承知しました。準備のため、一度自室に戻ります。それでは。かわいそうに。すまない、虹色の枝の剣は後だ。話があるから後で僕の部屋に来てくれ。またかよ。王様もね、ちょっとぐらい察してあげたらいいのにな。ちゃんと日々王子様の様子を見ていれば、こんな勘違いをすることもなかったのに。僕の部屋はこっちか。
のお願いだ。魔物を捕まえるのに協力してくれ。お前、騎士の国の王子だろ。少しは自分の力で何とかしようよ。私それがダメなんだ。今まで訓練のくの字もやったことがなく、実戦は全部部下に任せていたんだよ。一人息子の僕は幼い頃から過保護に育てられ、父上と母上からどんな小さなことも褒められてきたんだ。僕は両親や民衆の期待を裏切らぬよう、できないこともさもできるかのようになり過ごしてきた。そうこうしてるうちに僕の評価は実力に見合わぬほど高くなってね、いつの間にか後戻りできなくなったんだ。でも今回ばっかりはとてもごまかせない。あのサソリを捕らえるなんて僕には無理だ。だから力を貸してくれ。頼む。やばい、面白い。はいはい、ありがとう。君たちはこの国の救世主だ。魔物を捕まえることができたら、今度こそ虹色の花の剣は父上にかけようと約束しよう。それじゃあ城門の前で待ってるから、準備ができたら君たちも来てくれ。ほんと情けない王子ね。この国の将来は心配だわ。お姉様、あまり悪く言うのもいけませんわ。きっと王子としての重圧があの方を苦しめてるのでしょう。一理ある。かわいそうにな。まあでも自業自得感あるよな。ちっちゃい頃からの積み重ねだったら、ちっちゃい頃のことはね、白が浅かったと言うしかないのかしら。よいしょ。こっち。いや、痛い痛い。怒ってる。魔物を捕らえると言ってしまったんです。戦うのは私たちでしょ。今回ばかりはいくらなんでも無理ですよ。待て待て、心配しないでくれ。お前たち、とびっきりの助っ人を用意したんだ。どうも、助っ人でーす。よし、来たの紹介しよう。ボッチさんとその仲間たちだ。彼らに砂漠の殺し屋を捕まえてもらおう。砂漠の殺し屋がいる魔中の住処、バクラバ砂丘という場所の一番奥にある。まずは西の石条を抜け、バクラバ砂丘に行こう。よし、行くぞ、お前たち。納得しちゃった。強そうに見えたのかな。ねえ、サソリちゃんを捕まえに行くんでしょ。楽しそうじゃない。私も混ぜて。来た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 。我らが、アイドル、シルビアちゃん。ふぅ。サソリちゃんなんて楽しいもんじゃないぜ。大体あんたは旅芸人だよ。サーカスの方がいいのかい？サーカスやらのぼっちゃんのことも気になってね。ね、私もついてっていいでしょ？そんな恥ずかしがらなくてもいいわよ。私結構戦いには自信あるの。それじゃあ張り切っていくわよ。いいえって言ったのに。推しが強いんだから。はい、ということでじゃあ今回は以上です。次回はバクラバ砂丘のサソリちゃんを倒しに行こうかなと思います。最後までご視聴誠にありがとうございます。またねー。バイバーイ。